僕は家を出たとたまらなくやりきれない気持ちに襲われるんだ。それはなぜ自分がこんな世界に生きていかなきゃならないかっていう虚しいっていうのかな。学校でも周りの奴らは赤の他人。東洋だ。答え出て書いてみ。うめき声上げて、お体の具合大丈夫か。またこいつの皮肉か。おーおー震えてらっしゃるわ、お手手が。からかわないでください。おお怖っ、銀行で領収でもぶっ放しそう。みんなおかしけりゃ笑えよ。この教室は心の触れ合いがまるでない。僕にとって異次元の世界だ。はじめまして。すごく熱心なのね。え、あ、いや見つめられて光栄よ。あなたもコーヒーが好き？ん？いやね、コーヒーの広告なのよ。ああ、そうか。君ばっか見てて気がつかなかった。君があんまり綺麗だからさ。君誰？タレント？知らないわ、私生まれた時からポスターだもん。いつからここに？1週間ぐらい。ここってあんまり目につかないのね。あなたみたいにしげしげと見てくれた人一人もいなかったわ。ここは湿ってて暗くて。見ろよ、そのうちああなるんだぜ。どうだ、僕ん家へ来ないか。え、剥がして僕の部屋へ貼ってやるよ。ダメよ、私大勢の人に見られるのがお仕事だもの。だからさ、朝から晩まで1日100回だって見てやっから。ダメダメ。いいからいいからって。よいしょ。君、太陽なんて見たことないんだろ。太陽って？ほら見ろ、僕の部屋は2階で夕日が綺麗なんだ。